はい、スピルドボンしまーす。バルヘイム、今日はね、養豚です。イノシシの飼い方というか、まあ、こういう手名付け方かな。でね、養豚のいいこと。まあ、実はこの囲いの中に最初2匹しかいなかったんですよ。それをね、餌あげていくと勝手に増えてった。まあ、繁殖ができる。で、まあ、この子たちをね、増やしてお肉に変えることができるよと。他にもね、狼とかも、手なずけることができるそうです。狼とかはね、こう撫でるだけじゃなくて、なんかついてきてくれたりとか、近くに敵がいたら勝手に戦いに行ったりとかするらしいですね。ちょっと私そこまで行けてないんですけど、ちょっとそこの紹介今日はちょっとできないんですけども、まあ豚さんのね、どうやってこうやって繁殖して増やしていったかっていうのをちょっとやっていきたいかと思います。ではよろしくお願いします。はい、まず最初小屋作りまーす。てか、こういう風にね、私は2つ最初から小屋用意してて、イノシシ1体1体入れて、まあ、手なずけて、で、手なずいたらこの間の柵取って広い空間を作ってあげるっていう風にしています。まあ、ちょっとやってみましょう。イノシシ、どっかから連れてきたいと思います。お、イノシシいました。ちょっと遠いけど、こっから頑張って怒らせていきたいと思います。さあ、檻のとこまで来てくれたので、こっからがね、ちょっとね、ややこしい。あー、あるよね、こういうこともね。あるよね。ちゃんとこの防御策は大事だったよっていうのが証明されました。はーい。すっげー、ちょっと心がグッときた、今。めっちゃ追われています。4体、4体、5体、5体、5体に追われてる。やばいやばい、釣れすぎた。やばいやばい、先回りまでされてる。あのね、ちょっと拠点までね、遠いとこまで冒険しすぎちゃったんですよ。そしたらね、なんかたくさん引き連れることになっちゃって、痛い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 。ちょっと痛い。やばいね。ちょっとま、このまま頑張って、拠点まで連れて行きたいと思います。ただ拠点まで遠いんだ。なんか、わーい、トカゲも来たよ。トカゲも一緒に帰る？一緒に帰る？想像以上に大所帯になりました。おー、よかったよかった。でも帰ってこれましたね、無事ね。無事？うん、無事。カエルどうしよっかな。素手で殴ったら死んでくれるかな。さあ、何体入るでしょう。はい、いっぱい入りました。あ、もういっか、2体入ったんだったらいっか。で、ごめん、あーあ、ちょっと待って。トカゲがとりあえずね、トカゲを倒したい。トカゲを、トカゲ、オッケー、トカゲいった。で、こっからちょっと外出まして、檻入って、こっちで、で、この状態でこれをこうしてこうしてあげると、この子たちはね、これでここでよいしょ、さっきのキノコ食えるんで置いといて、で、柵壊される前に残りのイノシシにもよいしょ、柵が壊されちゃう前に残りのイノシシにもご飯をあげると。 OK、もう落ち着いて、落ち着いて、落ち着いた、落ち着いたね。こんな感じで疲れたよ。うん。で、キノコ食べて落ち着くと、ああいう風にハートマーク出てきます。ので、まあ、ちょっとこのままね、しばらく置いておくと、手なずいてくれるよということで。で、スニーク状態じゃないと興奮して、なんかあんま物食べないみたいですね。なので、一回ちょっと離れてスニークで見えなくして、私だったらもうこの扉とかで、視認できないところに移動してスニークして餌あげるっていう風にしています。で、ここ人参があるんですけど、キノコとか人参とか食べるみたいです。よし、じゃあ今キノコだけじゃね、栄養不足になるかもしれないから、ちゃんと人参もあげましょうか。まあ、ちょっとこのぐらいの距離だったら、認識されてなさそうなんで、ちょっとここで農業したいと思います。人参がね、結構手に入るようになると、この養豚もなかなか楽になるんじゃないでしょうか。あ、でね、前の動画で農業っていう動画あげたんですけど、その時にね、私人参の収穫をまだしてなかったんで、人参の種、反応しちゃった、人参のね、種の作り方分かってなかったんですけど、人参収穫したら人参の種がアンロックされます。わかるかな？人参を収穫したら、このね、人参から人参の種作れるようになるんですね。
これ人参を持ってたら人参植えます。でこいつが種に変わるよと。で1個の人参から3つの種ができるので、まあ人参にね困らなくなりますよという感じです。じゃあもう人参もあげちゃいましょう。でこれね人参1個ずつあげる必要はないみたいで、まあ人参もキノコもまとめてでいいみたい。あ、ちょっと待って、この人参は私ちょっと調理でも使いたいから、これはあげすぎ。あれ、あ、蜂の巣が頑張ってくれてますね。ゴブリンの HP 減ってますよね。ドワーフ？ゴブリン？こういう風にね、この蜂の巣攻撃すると蜂が攻撃した人と、まあ、周囲にいるものを攻撃しちゃうんですね。なので私が今どんどんダメージを食らってるっていう状況ですね。ドワーフの巻き添えを食っちゃいました。スニークした状態で、あーすごいね、めっちゃハート出てる。人参もあげようと。別にこんないっぱいあげる必要はないんだけど、なんとなくねあげたいからあげるっていうだけです。おっ、毛入った。さあ次はこっちだ。よいしょ、はい入った。でこの状態でスニーク解いたらまた暴れ出しちゃうんでね、柵壊れたらいっぺんに逃げちゃうんで、ちょっとこれは気をつけてゆっくりゆっくりと。ではもうちょっと時間経つまで待ちたいと思います。オッケーオッケー、あ見れる見れる、柵の隙間から見れたね。慣れ具合 38% 慣れてきていると。こっちは 1%、まだまだだね。まだしばらくはちょっと時間がかかりそうです。こっちの子たちは 42%、 42%、まああんまね近づくと怒らせたら怖いので、ちょっと遠く行ってみましょう。人参、人参攻撃してる。そうなんだ、知らなかった。柵しなきゃいけないんだね。いい勉強になりました。人参柵してあげてください。あ、しかもちょっと反応しちゃってるし。怖い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 、逃げよう。129日目。夜はしっかり睡眠とってきましたが、慣れ具合は、あ、進んでるかもね。うん、さっきまで60何パーセントが 72% に膨らんでるので、進んでるので、まあ進んでるっぽいですね。あららら、地面が揺れてる。地面が揺れてる。それはまずい。それはまずい。あーし、痛い痛い痛い。とりあえず2体かな。うわー、待って。よし、とりあえず、オッケーオッケー。オッケーじゃねえけど、オッケーじゃねえけど。ほい、ほい。あー、とりあえずは、農場は守れた。あー、どうしようかな。ちょっとずつ攻撃していきましょう。あ、ちょっと待って、後ろからやられたのか。厳しいな。厳しいな、死んじゃうな。逃げるか。弓が下手すぎる。待って待って待って、家の方行ってる、家の方行ってる。あー、イノシシが、イノシシがやばい。あー、これ油断するとすぐイノシシの方行っちゃうね。イノシシっていうか家の方かな。怖い怖い。あー、食らってるし、食らってるし。当たってんだ、当たってんだ、あの距離で。さあ、いい加減終わっておくれ。痛い、痛い。マジで痛いし、イノシシ逃げてるし。とりあえず終わったね。とりあえず終わった。よし、あとはもう逃げたら終わりだ。あ、消えた。あー、イノシシどうなった？柵が壊れて、
お肉にはなってないね。全体的に逃げちゃっただけだ。これね、イノシシね、一回逃げちゃうと、こう、押してね、戻さなきゃいけないので、なかなか難しいんですよね。またここに柵作る方が早いかな。本当はね、この家の拠点の中に作るのがいいんでしょうね。ここにキノコを置いたら、キノコの方に歩いてくれる？一体だけか。人数分キノコ用意しなきゃダメか。そして出ちゃうのね。せっかく一体捕まえたのに出ちゃうのね。え、なんで怒ってる？なんか普通に怒ってるイノシシが一体いますけど、なぜ？なぜだい？敵対してるわけではないのか。さあ、この状態で柵を外したら、キノコに寄せられて、痛い。柵が痛い。キノコ入れたよ。キノコ入れたよ。キノコ入れたんだよ。OK, OK, とりあえず入ったね。あとの2体は、2体だっけ？ 1 体だっけ？ちょっと申し訳ないけど、お肉にします。お肉にならなかった気がする。お肉にならなかった。まあ、しょうがない。あとあっちか。止まんないよ。お肉になってないね。あれかな、ご飯あげてないから皮しか残ってないのかな。もうちょっとご飯あげた方がいいのかな。さあ、トロールと遊んでる間に何か変わったでしょうか。どうかな。ご飯はまだ残ってるけど、あ、慣れてる慣れてる。オッケー。お、これも慣れてるね。この子、お、懐かれています。やったねー。よし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 。なんでなんでしと今日。で、この子は、まだだね。58% の服だ。じゃあもうちょっとなんかあげよう。いいの？お、入らない。あー、やっちゃったー、やっちゃったー、やっちゃったよー。スニークといちゃった。スニークとくとこういう風にね、暴れ出してまたまた残念なことになるので、そろそろ慣れてくれてもいいのじゃないでしょうか。お、さあ、前頭慣れてくれることができました。よかったよかった。無事ね、慣れてくれました。ということで、この柵にもう今入っても大丈夫と。慣れる。オッケーオッケー、素晴らしい。じゃあちょっと真ん中の柵取ってね、広くしていきたいと思います。これでみんなで遊べるようにね、していきましょう。うん、いいね、楽しんでそうで。で、柵をね、広くしてあげると、今度はね、子供が生まれるそうです。どのくらいの広さかっていうと、ちょっとわかんないんで、まあね、別に土地、余ってますので、ちょっと広くしてあげましょう。お、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 はい。ちょっとね、今、イノシシの鳴き声が聞こえて、パッと振り向いたらね、ウリ棒が出てました。ほら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 、ウリ棒。ピギーって書いてある。で、この子だけちょっとペアがいなくて寂しそうですけど。
オスメスとかないみたいで、もう適当にね、2匹入れてて餌あげて、ちょっと広い空間があったら子供が生まれるそうです。こんな感じでちっちゃい猫が生まれるそうです。やったね。まあ、これでね、繁殖続けていきたいと思います。で、私今作ってるのは、ちょっとこのね、動物たちを見る観測台をちょっと作ろうかなとしてるとこですね。なんかすごい喧嘩してるように見えるけどね。あ、待って待って、今生まれる瞬間見えたかも。血が飛んで、ほら、一瞬血が舞ってね、その後にこのピギーがポンって出てきた。すごーい。いいとこ取れたよ。今一瞬だったから、ま、多分取れてると思うんだけどな。はい、というわけで今日はイノシシの飼育ということで、あとね、ウリ坊の誕生の瞬間が、ま、見れましたよということで、まあ、なかなか面白い動画になったんじゃないでしょうか。お、カメラ目線、あー、行っちゃった、行っちゃったよ。はい、というわけで今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。スピルでした。またね。